どうも、いとしん TV、伊藤慎吾です。イェイイェイ。本日は、将棋ウォーズにチャレンジしていきたいと思います。その前に質問に答えていきたいと思います。座右の銘は何ですか？というので、まあ、そういった質問なんですけれども、結構自分が好きな言葉は、桃李不言した自成形というね、漢字にすると、8文字ですか。漢字8文字もかなり長い言葉なんですよね。まあ、意味は、桃の木の下には、たくさんの人だかりができると。まあ、そういった意味だと思うんですよね。自分も、そういうね、人間になりたいなっていう気持ちも込めて、それをたまに書くことがあります。で、書くと言いますとね、前回、お話しした、よかっていう字、前回見せようと思ったんですけど、忘れてしまって、こういう感じです。こういう字を練習してます。この余るって字に花ですね。ちょっとこれ、珍しい書体で書いてます。そして、もう一枚。百花繚乱と書いてますね。これは普通こうなんですよ、色紙を。ただ、横に使ってます。教わってる先生がね、横の方がいいんじゃないかって言ってくださったんで、これは百花繚乱。横で書いてます。こんな感じで書道部で練習しています。はい、ありがとうございました。ではマイページポチと行きたいと思います。10秒将棋47局指してますね。今。はい。最近調子よく勝っていますと。で、設定は。とひみくだんボイスでコンピューターとの対戦は対戦しない、対戦相手の強さはかなり強めということでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、では10秒将棋通常対局開始といきたいと思います。もう原点に立ち返って指したいですね。最近なんかトリッキーな指し方でいきたいとかね、そういうことばっかり言ってるんで、原点でいきたいと思います。将棋の原点が振り飛車どうかはね、ちょっとわからないんですけど、先手か後手か、前回先手でしたね。自分で振り駒やらせてほしい。あなたが後手です。私が後手ですか。対局開始、よろしくお願いします。1、2、3、初手はね、2手目か。2手目は7六歩と決めてます。あ、1、2、3、4、どうしよう。わからん。7、8、早いしだ。もうなんだかわかんないよ。2、3、7、8じゃ危ないですね。5、6、6、8かな。8、アイフリー飛車。アイフリー飛車。1、2、3、4、5、6、珍しく全然喋ってないですね。1、2、3、四間飛車です。四間飛車ですね。ただこちらはもう7号ついたんで、三間飛車に振り直しますと。3、4、まあ、ちょっかい出していきますか。7四歩交換していこう。同歩同飛車で、2、3、まあ、7三銀か7三歩がよくあるんですけど、あ、6二玉でした。3、4、こういう時ね、4八銀上がりたいんですけど、1、まあ、ちょっと2筋をね、攻められる危険性がまだあるんで、ちょっと保留しておきましょうか。まあ、すぐ上がる必要ない手なんですね。1、2、どうしよう。3、4、まあ、4九玉かな。相手の方がどういった駒組みを見せてくるかですね。このままだと金無双という指し方なんですけど、1、4、5、1四歩か。2、これね、3、永遠の謎ですね、端歩は。5、6、分からん。高級金だったかな。うん、やっぱそうですよね。これね、向かい飛車回れた時にね、2八銀の余地残してた方がいいんですよね。5、6、うわー、分かんない。相振りってなんか何年やっても分かんないですね。2八銀かな。これはそろそろ2八銀か。5、6、受けとくか。そろそろ受けとくか。2五歩に2八銀みたいな感じで、一応1七銀の余地を残しました。4、はい。まあ、まだまだいい勝負ですね。1、そ
ちら9五歩取ってるのがね、後でどう響いてくるかですね。5、6、7、分かんないよ、全然分かんないよこれ。3九玉寄ったけど壁銀に近づいてるという意味もあります。3六ついてみたい気持ちもあるけど、5、6、7、どうしよう、ついちゃいます。8ついちゃいますか。大丈夫かな。なんか怖いなこれ。相手も6二玉でちょっと中途半端なんですよね。同歩同飛車で狙いとしては3七銀上がる狙いですね。矢倉にして少し駒組みを押し上げていくとか盛り上げていく感じですよね。4五歩は3三角成でこちら優勢なんで、3四銀とかになるんでしょうか。3四銀だったやっぱり。2、3、4、5、怖すぎる。なんだこれ。6、7、逃げとこうかな。どういうことなんだろう。3五銀は3六ありますね。4五歩とかついてくるのかどうか。4五歩か。強いなやっぱり。3、4、5、なかなか桂が普通ですかね。まあ後で9七角みたいな感じで角を活用していきます。いや強そうだな。1、2、3、どうしよう。3六打ちますかね。5、6、打っときますか。2六は3五歩取れますからねこの角。1、2、3、いやー3七銀かな。5、6、3七銀すかさず3五歩合わせてくる可能性ありますからね。怖いんですよね。3五歩だと2八玉上がっとこうかな。3六同飛車みたいな感じで7二玉と1回立つな。1二香2、ちょっと予想外でしたね。2八玉上がろうかな。6、7、まあこういう1二香はちょっと嬉しい類の手ではあるんですけど、大きなミスって感じでもないんですよね。1、2、3、うわこれ角上がったら角ぶつけてくるのか。5、6、7、なんだかもう分かんないですね。銀引き、銀引きが狙いだったのか。3、4、5、6、なんだろう、ちょっと作戦勝ちになっててほしいけど、まだまだ分かんないですね。矢倉は硬いと見ますけどね。あ、そちらもか。2、3、4、5、どうなるんだこれ。6六ついたらどうなるんだろう。6三金、6五歩、同歩、同桂、6四銀、6四銀の時同角、同金、5三銀、6三玉、6四銀なり同玉の時に決め手があるかどうかですね。あ、角上がってきたか。1、2、3、うわ6五つきたい。5、6、6五つきたすぎる。8つきたいよこれさすがに。なんか銀とか金持った時一応3五銀の筋ありますね。1、2、3、4、これどうしよう。6、7、8、いやもうこれ片道切符なんだよな。9九角成でリスキーなんですよね。大丈夫かな本当に。2歩か、2歩しか持ってないんだ。あ、通った。1、2、通ったけどまだ分かんない。4、あ、これそっか、取って3五銀ありますね。だから同角しかないんだ。うん、そうですね。1、2、ガンガン行こうぜかな。6五歩でガンガン行こうぜですかね。なんか3五角みたいな筋あるんで、例えば同歩5三角成同金4二銀4三金3五角みたいなのが一応成功例です。いやちょっと熱くなってきたな。1、2、大丈夫かな今の。3やってみたいですね。5、6、4二銀の時に4四金とかやってくるのかな。1、2、3、4、6、6、4、銀がありますね。6、7、同金3五角で、うん、それでいこう。これ4四金とかの時だいぶ楽ですからね。6四の方が、あ、これ刺さりましたね。1、2、3、4、5、これは王手飛車が決まりました。1、はい、2、3、単に飛車取るよりも1回角取ってから飛車を取れば大きな駒得になりましたね。2、うん、これはだいぶ優勢になりました。1、2、まあ、2二飛車とか2三飛車みたいな筋を狙いにしていきます。3五に角をやるとね5三金に効いているんで、1、
2、こういうところからまあ勝ち切るの結構ね、5、6、大変なんですよ本当は。切れないようにしないと。1、2、3、4、1下か2、2下か、5、6、いくか。1、2、3、2、1飛車成と取って、次に6一竜から6三銀や6三歩同玉6一竜、そんな感じを狙っていきます。1、2、で銀打っちゃおうかな、もう4、5、6で銀打ってみますか。1、6三銀、5一玉、5、6、3三角4二角5三桂で一応必死ですかね。はい、5三角で4二に角打っても飛車を打っても5三桂で死というのが一応読み筋です。はい、5三桂3三角は4一金で詰みなんですね。6一金は4二玉とするりと逃げられてしまうんで、これで必死なはずですが大丈夫か。4一金以外だと逆転します。美味しいうな重が食べれそうです。最高っすね今のコメント。ありがとうございました。解析していきたいと思います。後手番でしたね。この4二飛車結構有力なんですよね。相手がまあ私の方がね、振り飛車にしてもあの居飛車にしても4二飛車結構有力なんですよね。まあ、あの藤井九段が結構得意とされてる指し方ですね。角交換振り飛車みたいな感じにもあります。実戦は7五歩と突いて相振り模様ですね。で、はい、7五歩8二銀を見て6八飛車でした。例えば6二玉とか上がると7八飛車が成立するかもしれないですよね。で、8八角成同銀4五角5六角2七角成なら8三角取り、5六角同角なら同歩と取っておいて、5七角には6八角同角なり同金という感じで、まあ馬を作らせずに手得をできるということですね。8二銀は8三のポジションをガードした手ですね。まあ手堅い手ですね。6八飛車、まあここで7八飛車は角を交換し4五角で、今度は5六角の時に2七角なり8三角なり同銀取られてしまいますから、先受けされてるっていう感情ですね。で、進めていきます。3八金、ここはね、いろいろなところで、4八玉から3八銀とか、4八玉から3八玉、2八玉で穴駒にしていくとか、いろいろあります。3八金と上がって、まあ、なんていうんですかね、これ、難しいんですけどね、まあ、櫓に組み替える展開はありますね、一応こちらも。で、3二銀と上がって、はい。この辺は、いろいろあるところですね。まあ、7筋交換して、7二飛車とかぶつけると、もう同飛車なり同金で飛車交換ですね。7三銀、7六飛車、7四歩の展開は、相手の方が矢倉を目指す展開。まあ、本譜の展開は割と穏やかですね。はい。歩を打ってくれたんで、まあ、一応こちらは不満なしという感じですかね。7筋の歩を交換できましたが。で、まあ、真の狙いは、向かい飛車にすることだったんですね、相手の方は。これを見て、9五歩、はい。で、1六受けましたね。まあ、後で2八銀から1七銀みたいな感じで活用する手も考えられるところです。で、2五歩を見て2八銀と上がりました。なんかもう2筋にね、この飛車と歩が来てますから、4八銀っていうのはなんか違う感じなんですよね。例えば4五歩から4四銀3五銀みたいな感じで棒銀にされた時も2筋ちょっと受けづらくなってますからね。はい、ということで、まあ、2八銀と上がって2七の地点にね、銀と金で守りを加えましたね。はい、で3五歩と、これ3五歩は、ね、結構いい手なんですよね。あの3六歩と突く手を消してます。で3九玉と寄って、はい、2四飛車、3六歩と突いて2六歩は同歩同飛車2七銀と上がって2四飛車3五歩と取り返せます。で取って次にまあ3七銀とこちら上がりたいわけですね。はい、で銀を上がっ
って、下を回って、ついてる。うん、これつけたのは相手の方もね、主張が通りましたよね。角交換になると、例えば3三角成同桂、3七銀とか上がりますと、6九角と打たれて、4八金左、8七角成の筋があるんですね。ですから、こちらも角交換はちょっと嫌なんですね。ですから、7七桂と跳ねまして、ではい、まあ矢倉完成できたんで、このあたりは、まあ好みもあると思うんですけど、私は自分の方が作戦勝ちかなと思います。で、はい、1二香で2八玉で、はい、まあこれで4二角からね、6四角とかそういった感じもありましたかね。あるいはまあ1回7二玉寄っておくとか、7二玉寄って9七角ならば4二角と引いて同角なり同金で、あのこちらのね、6九角、7八角、8八角、8九角、まあ7八角とか6九角ですかね、そういう筋が受けづらいんですよ。あの左辺ガラガラなんで、相手の方は4二に金がいる形なんで、角の打ち込みはこちらはないということで、角の交換はかなり気をつけました。で、銀を引いてくれたので、角を引いて、あ、角を上がってという展開になりましたね。で、6四歩ついてきたんで、まあ、6六と。あ、ついてで、まあ、本譜角は上がってきたんですけど、6三金と強気に上がってきて、6五歩、同歩、同桂、6四銀、同角、同金、5三銀、6三玉、6四銀なり同玉みたいな展開で突っ張ってくる指し方もね、こちらとしてはかなり怖いんですよね。金1枚なんで、ちょっと攻めきれなさそうかなっていうのが正直なところです。実戦は4四角と上がって6五歩と突いて同歩同桂、まあ、ここまで勝負どころでしたね。ここ6四歩と受けたんですけど、これはあの銀桂交換になるんで、こちらかなり安心する意味が、ね、ありましたね。同金取ると3五銀の筋がありますからね。飛車角両取りですということで、ここはもう9九角成と思い切って取ってきた方が勝負として面白かったかなと思います。9九角成、5三桂成、同金、そこでね、ちょっと攻め方難しいんですよね。なんか次に例えば5五馬とか9八馬とかそういう展開になると、こちらは焦る展開になります。うん、9九角成の方が怖かったですね。結構相手の方のこの配置というか、5三金、6一金、8二銀って結構バラバラな感じなんですけど、急所がつかみづらいというか、6三歩は同玉とさらに強く取ってっていう感じですね。まあ、こちらも6七銀とか7七銀とかそういう感じで、あ、9九角成、5三桂成、同金の時に7七銀とかね、そういう感じで銀の応援を送るのかもしれませんね。うん、まあ桂香と銀の交換なんですけど、左辺の桂香なんで、まあ、右辺のね、この王様に近い桂香とはちょっと価値が違うんですよね。ですから、まあいい勝負に近いかなと思います。で、実戦は打って、はい、はい、で角を動かしたら6四銀がね、これが厳しかったですかね。同金ならば3五角で、まあ多分5二金上がるとかが多分最善かなと思うんですけど、5三銀なり同金で決め手があるかどうかですね。うん、多分5に金上がるの方が良かったかなと思いますけどね。こちらも一気に決めきれないと、まあまあもともとは駒得してるんで、ゆっくり指しても悪くはないでしょうけどね。まあ、ただ金上がったりした方が良かったかなと思います。実戦金を引いて角がね、これ決まってしまったんで、こちらが優勢になりましたね。はい、この矢倉に組むまでが面白かったですし、この仕掛けのところもね、かなり折衝がね、面白かったと思います。はい、ありがとうございました。ぜひまた見てください。いとしん TV チャンネル登録お願いします。